後輩たちの大きな拍手に若いエネルギーを感じたという富田宇宙選手。今日母校の清成高校校で後輩たちにエールを送りました。自分らしく生きていくこと、そして自分らしいってなんだろうっていうのを知るためにこの高校生活をしっかりと使うこと。その後高校のプールも訪れ、自身も所属していた水泳部の部員と言葉を交わしました。 55.8 です。思ったより早くないな。また後輩たちにメダルを持たせる場面も。いやめっちゃ重いですね。ちょっと僕も将来。富田選手の力強い泳ぎに刺激を受け、気持ちに変化もあったようです。もっと前向きに練習していければいいなと思います。